はい、みなさん、こんにちは。ヨガジェネレーション代表のミぎそでございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。今日もヨガ哲学の学びを深めようということで、ヨガの本場、インドからヨガ哲学講師、長井梨先生の登場です。はい、ナマステ。よろしくお願いします。今日、これが最後の動画撮影でございます。よどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いしますな。なんだろう、いろいろ もう数年にわたりいろんなテーマで動画撮ってきてますんでね、あの皆さん全部たまってますからね、こう振り返ってみていただければね、あらゆるテーマでも喋ってますのでね、それをつなぎ合わせてみるだけでも随分ヨガ哲学のお勉強になると思いますけれども、ま,あ、まだね聞いてない触れてないキーワードだったり言葉だったり、なんかい,いろんな角度があるな。で、今日、あの神様。 神様シリーズ。はい。うんや。やってなかったと思うんですけど、意外に。はい。クリシュナさんはい。クリシュナさんって一体何者、ヨガ哲学にどうか関係してくるの、はい、クリシュナさんって何をした人クリシュナさんが提唱するヨガってじゃあどんなことみたいな。こんな感じだっていかがでしょうかね、はい、了解です、うん。お願いします。<laughs> そうですねクリシュナ神、た、まあ、多分昔、愛の神様って言ったような気もするんですけれども、うん、実はクリシュナ神ってちょっと変わっていて、人格神って呼ばれる神様なんですね、人格がある神様なんですけれども、はいはい、それがどういったことかっていうと、普通の神様っていうのは天上界にいらっしゃるんですね。うん、で天上界にいらっしゃると、さっき出てきた偉いバラモンさんっていうあの司祭の人たちは、 神様との交信の仕方を知ってるんですけど、うん、一般庶民にとっては遠い存在なんですねどうやったら神様に出会えるのかわからないのでなのでたまになんですけれども神様が気を利かせて一般庶民の人にも教えを与えてくれたり、ままあ、何か手助けをしようってことで地上界に降りてきてくれることがあるんですけれども、うん、その1人がクリシュナ神で。うん もともとクリシュナ神っていうのは、わ、まあ、割と北の方のインドの,あのブリンダバンっていうところにいらっしゃったんですけれども、そこであの、まあ、生まれたのはマトラかな、1人の、えー、っと王様の妹がいらっしゃって、うん、でその,あの女性のところに神様が降、うん、きてきたんですね。あのうん、で、妊婦としてあのご解任して、 人間の赤ちゃん、人間の体を持って生まれてきて、うん、でもう赤ちゃんの時から神様なので悪魔と対立したりすごいんですけれども、うん、とにかく人間として神様の意識のまま生まれてきたことによるから、だからバラモン以外の一般の人たちとの交流を持つことができて、人々を幸せにしてくれたっていうのがクリシュナっていう神様で、実際に生まれた場所も活動されてた場所も今でも残ってる、とても身近な存在になります。 じ実在した人ってことですかそうなんです。実在した人だけれども、はい、人間として生まれてきたから死んだりするんですけれども、はい、ただ、魂っていうか、心は神様のまんま人間として生まれてきた方になります。<laughs> ほうほうほう。でも、もうめちゃくちゃ昔ですよね、それね。あもう3000年ぐらい昔。はいはい,はいはいはい。 この人が、はい、おっしゃる通りどうしてヨガの神様になったのかっていうと、はいはい、実はなんで人間界にわざわざ来たのかっていうと、うん、まあ当時のインドってやっぱちょっと荒れてたんですね制度とか厳しいし荒れてたんですけれどもそういった中でバラモン以外の一般の人にも幸せになったり、うん、こう真実を知ることができる教えを説いてくれたのがクリシュナであるのでなので、うん 今言われているヨガの教え、まあ、いろんな流派があるんですけれどもかなり多くのヨガの教えっていうのはプリシュナが、うん、あの人々に人間として説いてくれたものになります。なので、うん、ヨガを教えてくれた神様っていうことで結構ヨガの世界ではあの非常に関わりが強くなってきます。うーんこれ素朴な疑問あの男子女子どっちですかあ男性です。 男子なんですねクリシューマーってなんか女子っぽいなんかイメージですけど牛と一緒にいるーだってあの牛飼いの家庭で育ったんですけれどもうん、うん、ただむちゃくちゃ美男子で奥さんが何人だったかな奥さんが1万7千人ぐらい確かいたんじゃないですか、ね、ちょっと数字が怪しいんですけど1万人以上いた上杉さん。風 <laughs> い<様>てるようなイメージの人 はいそうなんですその、ね、笛を吹いてる周りで、うん、もう女子たちがみんな楽しく踊っちゃうっていうような神様です。なんかこう置物を透明に見ると綺麗な女性なのかなってパッと見思っちゃいそうだったけどあれはやっぱり、はい、男子だったんですね。はい男子だけどとにかく美男子です。美男子なんですね。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど。何を言ってるんですかクリシュナはざっくりと言うとヨガで言うところの。 はいちょっとクリシュラのヨガって特殊なんですね。うん、っていうのも普通の経典普通のヨガって例えばヨガスートラのヨガっていうともう8種族っていう練習方法が決まっていてこの順番通りにやったらサマディに到達して真実を知れますよっていうやり方が決まっちゃってたりまあ旗ヨガであれば。 ハタヨガの、えー、とアーサナプラネマムドラサマディ、まあ、瞑想を行うものですよみたいな形で普通はやり方を限定するんですけれども、うん、クリシュナってなんせ愛の神様でみんな大好き奥さんがあの1万人以上いるような方なので、うん、みんなそれぞれ違っていいんだよって非常に多様性の神様っていう側面があって、うん、何を教えてくれたのかっていうとみんな個性が違うから 向いいててててるヨガだっっ違ううじゃんんのを教えてくれたんですね例えばあの私みたいにこう、まあ、いろんな協定を勉強したりするのが好きであればギャーナヨガって呼ばれてるあの勉強をすることによって真実を深め始める方法がありますよ。って人によってはその文字とか読むの苦手だけれどももうとにかく実践が好きだって人はカルマヨガって行動のヨガがありますよ。 でそういうのよくわかんないけど自分は信仰心が強くて毎日コツコツと神様に向かって祈っていい人でいたいんだなって人はバクティーヨガって祈りのヨガでもそれもヨガなんですよ。うん、で人によっては瞑想をして出家して瞑想してあのもうがっつりフルタイムでやりたいって人はあのー、瞑想のヨガラージャヨガヨガスートラ的のヨガも,も OK ですよ。 っていう形で、まあ、いくつかその他にも小さくあるんですけれどもいろんな道がもう全員全く違うことをしてていいんですけれども、うん、ただ条件があってこの真実を目指しましょうね、うん、真実を目指して行われる純粋な行いであれば全部ヨガでいいんですよみんな違うけれどもたどり着くこう山の頂上だけが一緒であればそれはヨガとして正しいんですよっていうのをクリシナは説いてくれてます。 めちゃくちゃゃゃくいいい考えじゃないですか、うん、大好きです <laughs> なんかこうなんか自分の中ではインドのなんか教えってまあこれこれを学びなさいこの人から学びなさいまあ師匠も一人の方がいいとかっていうイメージがありますけどクリスナーさんはその この頂きとなる頂上となるゴールは一つです。ただし、そこに至る道はどんな道があってもいいんじゃないですかって言ってるんですか。はい、おっしゃる通りです。え、すごく良くないですか。いや、もうな、なので、大好きだし、おすすめです。<laughs> だって、じゃ、あそのクリシュさんの言,言ってることは。何の経典がベースになってるんですか。 えーっと一応、あのー、このクリシナが解いてくれた話した内容をまとめたのがまとめたっていうか書き起こしてくれたのがバグバットギータっていうな,なるほどなるほどそこに行くわけですねああじゃあなんかどうなんだろうな現代社会人においてはなんか僕バグバットギータ B 期になっちゃいそう <laughs> うん、特にね今多様性っていう言葉がに重要視されてるので、うん、すごく時代ってるかもしれないですね,ね。現代人においてはバガバッドギーターなんかすげえよく聞こえちゃった説。<laughs> なんか 迷える子羊と言われるこう,こうあっち行ったりこっち行ったりって迷ってしまう人にとってはなんかスートラっていう角度も悪くないのかなみたいな、うん、確かになんか、うん、そうですねまあやっぱり<お>あギータだと自分で選択するっていうま自分で選択するって側面があるんですけど、うん、でたまたまこれ 全く違う音楽の先生があのおっしゃってたことがあって、はい、なんかやっぱりこうあの多分インドで一番有名な音楽家の,他の方とあのお話があった時に、うん、あの別の音楽家の人が質問したんですけどいろいろ迷っちゃうってとにかくこう音楽の道を迷ってしまった時に一体どうしたらいいんですかって言葉を。うんあの その先生に聞かれたんですねその先生はあのイスラム教徒なのであのヒンドゥー教じゃないんですけど全く同じことを言ってて僕はこの例えば夕日を目指してるこの太陽を目指してるとすると自分が行きたい場所は分かってるけれどもでも人によってはまっすぐ進むかもしれないしでも人によってはこっちの人の顔を見ながらこっちの人とも喋りながら行くかもしれないしでもどっちの道が正しいってわけじゃないよね。 とにかくこの太陽を目指してさえいれば自分の人生って正しいんだよねだからあなたはもしかしたら他の人と違うやり方で音楽を目指してるかもしれないけど、うん、何も間違ってないから安心しなさいみたいな話をされてたんですね、うん、でそれを聞いた時にあクリシナと全く同じことを言ってるなっていうふうに思って <laughs> よしいいですねクリシナ解釈いいですね <laughs> おも面白い <laughs> でもビジネスの世界でも 僕のクリシュナ解釈かもしれないですね。<ー>うん、やっぱりこうい、至りたいゴール設定に対して、こっちの道を歩もうとも、こっちの道を歩もうとも、それは個人の選択であって、どっちが正しいってことはないから、ただ、同じところに行きたいよねっていうところ。だから、要は指導においても、ここのゴールを、例えば生徒の笑顔って持つんであれば、その、なんか、こっちの道があっても、こっちの道があっても、まっすぐ行ってもいいんだよっていうところは、 なんか、自分も、お花スマイル運営してて、ヨガジェネ運営してて、大事なところだなって、思ってたんで。僕も、もしかしたら、クリシュナ解釈かもしれないなと。確かに。確かに。ヨガ、はい、ジェネコンサート。ヨガもオッケまさに。まさに。さに。<laughs> あの。クリシュナの銅像を買ってきますあ。あ、買ってきましょうか。<laughs> <laughs> お土産で、それお願いします。はい。はい。もう、この動画がね、あの、かい、あの、公開される頃には、もしかしたら、永井先生、あの。 1一時帰国からもうそれを終えてあのまたインドに帰られてるかもしれませんけれどもクリシュラシンの銅像をお土産にもらえることを期待しておきたいと思います <laughs> そんなバガバットギータの講座も、えーえー、何ヶ月かに1回かはね、えー、その理解を深める4時間のざっくりと腑に落ちるまで理解しましょうっていう人気の講座がありますのでこちらにスケジュール載せておきますのでよかったらチェックしてみてくださいということでいやーめちゃくちゃ わかりやすく、腑に落ち、そして楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは皆さんまたお会いしましょう。ではでは。